土踏まずは実は可変式。なので持ち上げて固定をしてしまうと、その機能が発揮できず、足はダメージが激増してしまうのです。皆さんこんにちは。足の専門家、中島武史です。今回は土踏まずの話はよくしてるんですけど、土踏まずってまだ未だに誤解があって、 YouTube のコメントなんかでもちょっと間違った情報を上げてきてくれたりとかね、間違ったことでクレームじゃないけどそういうのが来たりするので、土踏まずに関してもうちょっとちゃんと説明しておきます。で、それがちゃんと分かると皆さんは靴選びもものすごく楽になるし、歩き方もものすごく変わるんでね。だから理解するってすごく大事なんですね。理解したら行動が変わるんで、なんかよく分からんけどやれって言われてるからそれやってるねんっていう人ってなかなかそれって身につかないんでね。だから今回の話は土踏まずの機能と動かし方と、そういうのを理解、まあ動かし方っていうか、そもそも土踏まずで動くんやっていうところから、まあちょっと多分お伝えしないといけないと思うんですけどね。そのあたりを今回はお伝えしていきます。では内容です。まず歩行時の足の正しい動きの話からですね。で、その時の土踏まずの動きについてです。で、最終的にそれをするのにどうすればいいのかっていう情報ですね。今回の動画をご覧になることで、あなたは土踏まずの骨格構造上正しい動きというのを理解することによって、その機能をちゃんと引き出して足のダメージを激減し、疲れのない足を手に入れることができるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導や動作改善、姿勢改善の専門家でもあります。できれば世の中に誤解も多いので、正しい情報とか有益な健康情報を広めたくて YouTube を始めたんですが、この動画が拡散されていくかどうかは、皆さんが高評価ボタンを押してくれたりチャンネル登録をしてくださると、それが評価されて広がるようになってあるみたいなんですね。ですから、これ見てて、あ、いいなとか、これは皆さんが知るべきやなと思っていただいた方は、ぜひとも高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、そもそものまず足の骨格構造上の正しい動きからですね。これがわからないと土踏まずというものの動きとか機能っていうのがわからないんでね。これは他の動画でも解説してるところあるんですけど、簡単にまとめておきますね。では足の骨格とか骨の状態なんですけど、足って細かい骨がものすごい組み合わさってできてるんですよね。まあ一説によるととか、まあ数えたら人体の骨の4分の1は足首から下にあるって言われてるぐらいなんです。で、それぐらい細かい骨が組み合わさってるんですけど、ということはここでへーじゃなくて、ちょっと想像してほしいのが、それぐらい細かい骨が組み合わさらないとなんでダメか、なんで一つの大きな骨ではダメかというと、それだけ細かい動きをしてるから細分化されてるっていう考えてほしいんですよね。で、具体的には大きく2つの形に変形しながら歩くんですね。で、その時当然土踏まずの状態も変形するんですけど、まず着地時とそれ以外で分かれてると思ってください。着地時の足の形、それ以外の足の形、それを行ったり来たりしてると。で、じゃあなんで着地時だけ特別な形が必要かというと、着地の衝撃をどうやって逃がすかなんですね、結局のところ。だから着地以外の時は骨組みってがっちり組み上がってて、一番その丈夫な状態で歩いてるんだけれども、着地の時にこのがっちり組み上がったままだと硬すぎるがゆえに、着地の時の衝撃って結構なもんなんで、まあまあ上に上がっていくわけです。膝や腰や股関節に上がっていっちゃうんで、それを緩和するために着地の時だけその骨が柔らかくばらけて、そこで衝撃を吸収できるようになったんですね。だからこの2つの形を行き来している通常状態の足のことを専門用語では開外スピネーションなんて言います。もう一個の足のことを、着地の柔らかくなっちゃってる足を開内で、これはプロネーションというふうに言います。これがまず足の基本中の基本の話ですね。では、その時の土踏まずの状態なんですけど、まず先ほどの海内と海外を骨格構造上の写真で見せると、こんな感じなんです。ノーマル状態はこっち。で、着地時の時はこっち。で、着地時の時は骨がばらけてるでしょ。で、それを正面で見てみると、足のほら、高さが違うでしょ。土踏まずは、着地時の時はね、骨ばらけることによってベーターと潰れてるんですよね。で、着地以外の時は骨が収束してギューッと固まってるがゆえにアーチができてくるんですよね。だから土踏まずというのは、言い方変えれば潰れることで衝撃を抜いてるというんですかね。そういうことになってあるわけです。で、ここで注意してほしいのは、じゃあこの衝撃吸収って足首から下だけでやってるのかというと、全身でやってるんです。だから連動してるわけですよね。だからこの骨格構造上骨が緩んで衝撃を抜く動きというのは、具体的な話で言えば、着地時の骨が緩む時っていうのは、膝は内に入ってきて、股関節は内に入ってきてっていうふうにこう連動していってるんです。で、ここで問題になってくるのが、もしも土踏まずの下によくあるアーチを持ち上げるようなインソールとか入れて落ちれないようにしちゃったとしますよね。そうしたらどうなるかというと、骨が緩められない、だから衝撃は吸収できないんですね。
当然上の方も全部それに連動して、本当はさあ今から緩もう、さあ今から家に入っていこうとか思う動きをガツッとそこで止められちゃうわけです。そうすると負荷はすごいですよねっていうことが起こるわけです。でたまに言われるのが、でもこの土踏まずのところにクッションとか入れたらそのクッションが衝撃を抜きますよね、だからグーッと押さわることによってその土踏まずに挟んでるそれが役割を果たしますよねって言ったりする人がいるんですけど、めちゃめちゃ誤解で、この落ちる動きを阻害した時点で骨っていうのは緩まないから、こいつが衝撃を抜くんじゃなくて骨全体が衝撃を抜ける形に変わらないといけないのを止めちゃうんですよね。だからこいつがいくら衝撃を食い止めたとしても、骨全体の仕組みとしてがっちりしたままだから衝撃は逆に反発して変えていくわけですよね。ここをスポンジだと思ったら、スポンジがもしカッチカチのスポンジを挟んでてドンと歩いたら衝撃全部跳ね返っていきますよね。その跳ね返っていってるやつがまず問題なのと、足全体とか体全体も骨が緩まない分だけ余計それをもろに受けるという二重で困っちゃうことになるわけですね。ではどうすればよいのかですけど、まずそもそも足の骨って可変してて、土踏まずも上がったり下がったりしないといけないんだなっていう認識を持つところからですよね。これ僕何回も言ってるんですけどね。だから下がりっぱなしも分かんないですよ、当然。なんでかって潰れっぱなしだったらそっからさらに潰れるってできないし、この状態っていうのはグズグズで足の骨が組み上がってない柔らかい状態だからその時点で安定しないし、ただどっちかに固まってるというのがダメだということなんですよね。だからそもそも足は可変しないといけない、その可変を止めることはダメだ。だからこれは例えばテーピングでもそうだし、サポーターでもそうだし、何でもそうですけど、足というのは固めてしまって骨が可変できない状態はすごく危険だというふうに、まずその認識からですね。で可変した歩き方ってじゃあどうしたらいいのっていうと、それを設計して作られたのが緩かかた歩きなんです。だから単にかかとで歩くっていう単純なものではなくて、本当言うとその可変を引き出す、正しく可変を引き出す人体の骨格構造上自然な歩き方ということなんです。ゆるかかた歩きをちゃんと丁寧にやっていくとそれが自然と手に入る、その結果衝撃を吸収できる足の正しい状態になっていろんな弛緩が良くなるということですね。いかがでしょうか。この土踏まずに関しての認識ってなかなか広まっていかないので、土踏まずって可変しないといけないんだというところは早く世の中の多くの方が知ることになればいいのになというふうに思いますね。土踏まずが上がった状態って確かに力が入るから、なんか実験とかしたりこんなふうに土踏まずも持ち上げたら力入るでしょうとかいうのはできちゃうんですよね。それが故に怖いというか、確かに力入るけど衝撃は抜かれへんよと、まずそういうところが世の中に広まるところが必要なんじゃないかなと思ってますね。